パリ20区の1パリ20区の 1, パリ,区の1パリの20区はフランスの首都パリ市を構成する20の行政区の一つである。第20区、パリ20区とも言う。市の東部にあり、セーヌ川の北側に位置している。パリの20区は市の東部にある行政区。メニルモンタン区と呼ばれることもある。セーヌ川の北の地域にある。東には ペリフェリックに沿う形で市の境界線が敷かれており、南東の一部がバルドマルヌ県に接しているほかはすべてセーヌサンドニ県に接している。人口は18万2952人で20区の中では3番が目に多い。区の名称は市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして各区に付けられた番号を元にしており、東区はその20番目に当たることから 20区と名付けられた。区内には、コロー、ショパン、ビゼー、プルーンスト、マリアカラス、モディリアーニ、モリエール等の多くの著名人が眠るペール・ラシェーズ、墓地のほかベルビル公園、国立コリーヌ劇場などがある。パリ20区の外略図流でメニール・モンタン、アベックビュー・シュール、パリー・ボバーグ、ベルビル公園20区は、パリの東部に位置している。セーヌ川の北の地域にある。 面積は5.98平方キロメートル。北は同じパリの行政区である19区に接し、南は12区に接している。東はペリフェリックに沿う形で市の境界線が敷かれており、セーヌ・サンドニ県の各自治体、北東はルプレイコール・サンジェルベ・トレ、リラに、東はバニオレに、南東はモントルイユに接し、南東の南寄りでは、 バルドマルヌ県の自治体であるサンマンデに接している。西は11区に接している。パリ20区のカルチェ詳細図パリの行政区はそれぞれ4つの地区に区分されている。20区を構成する4地区の高度と名称は次の通りである。20区の人口は1936年には208,115人となりピークに達した。その後は 減少を続けたが、1982年の17万1971人を、そこに増加傾向に転じ、1999年には、ピーク時の9割弱の18万2952人となった。20区のうちでは15区、18区に次いで3番目に、人口が多く、1990年以降は、パリの人口の8%台で推移している。 2005年の推計では19万1800人と見積もられており、人口の増加が見込まれている。また、人口の減少とともに、人口密度も減少しており、1999年の人口密度は、ピーク時の9割弱の3万574人となっている。20区のうちでは4番目に人口密度が高く、パリの平均人口密度の1.3倍である。 人口の推移の詳細は、次の通りである。第二訂正下の1860年、ティエールの城壁のうちのコミューンの全部、または一部がパリに併合されたが、現在の20区付近では、ベルビル界隈並びにシャロンヌ、ルプレイコールサンジェルベ、バニオレの一部が併合された。この時、メニールモンタンのあるベルビル通り以南など、これらの領域を含む形で20区の区域の設定が、 行われたちなみに、シャロンヌから、バニョレに至る一帯には、かつてヨークンル15世の殺傷オルレアン公フィリップニセイラ、オルレアン家が所有した、バニョレ城があった。現在のパリ19区及び20区にまたがり、さらに10区と11区に及ぶ地域を包含するベルビル、さらに現在のほぼ19区内にあたる、ラビレット界隈をも含めて、歴史的には、 ワイン生産者やブドウ畑の収穫人、採石労働者や石膏などの職人といった労働者階級のコミューンとして発展した。1848年の第二共和制、1871年のパリコミューンの存立では、ベルビル界隈のコミューンが大きな役割を果たした。特にパリコミューンの時にはメニルモンタン界隈とともに、 ベルサイユの政府軍に対して最も大きな抵抗を示した。20世紀半ばになると多くの移民が定住するようになった。1933年のドイツ第三帝国成立によりユダヤ系ドイツ人が、1939年のフランコ独裁政権成立によりスペイン人、他にイタリア人らが、60年代にはユダヤ系トルコ人、アルジェリア人や、 ピエノワールラがこの地にやってきた。現在では、マグリブ諸国のアラブ系や、サハライナンのアフリカ系のほか13区のトルビアック、通り界隈と、同様、中国系の旧仏院出身者もベルビル界隈で、目立つようになり、いわば中華街として、仏語版、パリのアジア人地区の記事の中でもくくられている。レリセイレヌ、ブーシェイリューデ・ピラニーズ・ビューデリューデ・レニー、パリの広場は、 しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー以上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。20区の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。